クレイトス、ここからの旅は危険に満ちています。しかしアテネを救うために成し遂げねばなりません。ハンドラの箱の話を聞いたが、実在するのか？存在します。それは人間が用いる最強の武器です。その箱を使えばアレスを倒せるのか？それがあれば多くのことが叶います。故にその箱は死の砂漠の向こうに隠されているのです。砂漠を安全に渡る道がありますが、それを見つけられるのはセイレーンの歌を聴き、それに従う者だけ。セイレーンを探しなさい。タイタン族のクロノスへと導いてくれます。タイタンの生き残り？クロノスは最後のタイタン。ゼウスは永遠に砂漠をさまようよう彼に命じました。パンドラの神殿を背中にくくりつけ、渦巻く砂が彼の骨から全ての肉をそぎ落とすまで、セイレーンの歌に従うのです。クレイトス、あなたの旅が始まります。無事アテネに戻るよう祈ります。パンドラの箱と共に。歌声をたどってセイレーンを探すのです。セイレーンを倒せば砂漠を抜けられる道が開けるでしょう。歌声をたどってセイレーンを探すのです。セイレーンを倒せば砂漠を抜けられる道が開けるでしょう。倒さなければなりません。